い、ということで僕たち貧乏すぎて今日食べるものもありません。お腹空いたよ。ということで今日から僕たちお金持ちを目指して頑張っていきたいと思います。やった、美味しいご飯を食べた、ちゃんとした家に住みたい。何言ってんだ、お前たちには無理だろう。え、あっち行け。シシ、痛い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 。ママ、あっち行け。シシ、あ、痛い、殴られた。え、大丈夫マイキー。痛い、僕たち貧乏だからこんなひどい扱いを受けてるんだ。僕たちお金を0ドルしか持ってないからね。はぁ、1ドルも持ってないの？ゼロです。だからとりあえず仕事を探しに行こう。わかった。でもその前にお風呂に入らないと臭いと雇ってもらえないからね。ってことでマイキー、シャワーを浴びに行こう。確かに、でも水道代なんて払えないよ。大丈夫、無料のお風呂に行こう。あ？ってことでここがね、無料のお風呂です。こうだ、川の道なら無料だもんね。お風呂に入ろう。よし、じゃあマイキー早速入ろう。やっほー。おほー、川は気持ちいいぞマイキー。気持ちいい、最高だよ。よし、ということで僕たち綺麗になったところで仕事を探しに行こう。疲れたからタクシーで行こう。善一君、マイキー無理だよ、僕たちお金ないもん。お金がないとこんなに不便なのか。ということでね、走っていこう。走るのはタダだからね。わかった、走ろう。善一君、何の仕事を選ぶの？スタイリストとか清掃員とかピザ屋さんとか、それかマイナーとかでもいいかもしれないね。この中から仕事を選ぼう。一番残してお金を稼げそうな仕事ないかな。そんな仕事ないでしょ。でも一番稼げそうなのはマイナーかな。マイナー？何それ？マイナーっていうのは洞窟に鉱石を取りに行く仕事だよ。大変そう。なんかもっと儲かる仕事がいいんだよね。たくさんの金の鉱石を発見できれば一攫千金も夢じゃない仕事だよ。え、一攫千金？洞窟で金を探すだけの簡単な仕事でしょ。やろうやろう、早くたくさん金を見つけて大金持ちになるぞ。ということで早速金を探す仕事をするぞ。大金持ちになるぞ。よし、その調子だマイキー。よーし、じゃあ早速この辺とかを掘ってみようかな。掘ってみよう。よし、絶対に金を見つけるぞ。見つけよう。どんどん掘って大金持ちになるぞ。よーし、どんどん下の方に掘っていこう。掘っていこう、大金持ち目指して頑張るぞ。どんどん掘って金を探していこう。どんどん掘っていくぞ。ん、ちょっと待ってマイキー、ここに何か見つけたぞ。本当だ、なんだろうこれ。ん、マイキー、これはどうだ。どう、金じゃなかったのか。そうだね、僕たちが探してるのは金だからね。もしかしたら近いってことかな。うん、そうだね、近いのかもしれない。どんどん掘ってくぞ。うん、この辺りを掘ってみよう。よし、金はどこかな。この辺は銅ばっかりだねマイキー。うん、そうだね。もしかしたら下の方を掘っていけば金があるかもしれない。見つかるかも。じゃあ僕はどんどんこっちの下の方を掘っていくね。わかった、この辺り銅がたくさんあるから金もあるんじゃない千一か。大量の銅の近くには金があるからね。見て、人。ん、僕が掘ったところを見て。え、んマイキー、これ金だ。おお、金を見つけたぞ。やったー。おお、よしマイキー、この金を掘ろう。この近くに大量の金があるかもしれない。どんどん探していこう。どんどん探していこう。やったー、これでお金持ちだ。すごい。お、マイキー、こっちにも金があるぞ。うわ、すごい。おお、よし、この調子でね、どんどん金を見つけて僕たち大金持ちになるぞ。大金持ちになろう。あ、ん、金だよ千日か。お、いいねマイキー、金がある、やった。ちょっと待ってマイキー、下に何かあるぞ。何これ、 TNT だ。いいよいいよ、金を掘りたいんだもん。金を掘るぞ。よし、金を取って大金持ちになるんだ。でもマイキー、やめといた方がいいよ、爆発するかもしれないから。マイキーが TNT でやられちゃった。やられちゃった。TNT で爆発しちゃったよ。でも金も見つけたし、今日たくさん稼げたかな。お、1日で1252ドルをもらえたぞ。でもまだまだ大金持ちまでの道のりは遠いな。大金持ちになれると思ったのに。
地道に頑張るしかないのかな。そうだね。地道に頑張ろう、マイキー。よし、働いたらお腹が空いたよ。ピザを食べよう。ピザ大好きなんだよね。嬉しい。よし、じゃあ早速このピザを買いに行こう。買おう買おう。お腹空いたな。ピザをください。ピザを買ったぞ。よし、じゃあ早速食べよう。おみょ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 。うわお。おいしいぞ。うわあ、おいしい。お腹いっぱいになったし、お家に帰ろうよ。今日はもうお家に帰ろう。ということで、今日働いてもらったお金で家具もね、少し買えたそう。まずはベッドを買おう。ベッドを買って、あとはシャワーもね、買っていこう。そしたら今日はベッドとシャワーを買ったぞ。今日から地面の上じゃなくて、ふかふかのベッドの上で寝れるぞ。しかもシャワーも買ったから、家でいつでもシャワーを浴びることができるようになった。嬉しい。これで明日からも仕事頑張れるね。明日こそ金たくさん見つけて大金持ちになってやろう。おー、気持ちよかった。最高。もう暗くなってきたし、明日の仕事に備えて今日はもう寝ようか。寝よっか。よし、そしたら今日はもう寝るぞ。おやすみ。おやすみなさい。こうして善一とマイキーは1ヶ月間毎日頑張って働き続けました。奇跡が起きました。僕たち大量の金脈を発見して超大金持ちになってしまいました。やった、嬉しい。ゼイチ君、僕の格好を見てよ。グッチのカバンにビタンの服を着てるよ。かっこいいでしょ。僕も買ったんだ。かっこいいでしょ。うん、かっこいい。ん？マイキー様、お金を恵んでください。実は株で全財産失ってしまって貧乏になってしまいました。君はこの間の意地悪な人だな。ああ、でもいいよ。それじゃ、はい、このお金をあげるよ。やった、ありがとうございます。マイキー様に一生ついていきます。やった。マイキー優しいね。うんね、政治家、家も高価になったんだよね。そうそう。ってことでマイキー、家の中をね、紹介するよ。これが僕たちの家です。超豪華になりました。うわ、すごい。まずはね、僕たちが楽しめるように庭にね、巨大なプールを作りました。プール大好き。おお。おお。これでね、僕たちいつでも泳げるぞ、マイキー。やった。おお。おお。よし、じゃあマイキー、家の中まで見ていこう。どうなってるんだろう。ここが僕たちの家の中です。おお。かなり豪華になってます。すごい広い。おお。そうよ。じゃあまずこっちかな。こっちにはね、広いリビングがあります。うわー、リビング広い。うわー、くつろげる。ここで巨大なテレビを見ながらね、くつろげるんだよ、メキ。そしてリビングの近くにはね、実はここ隠し扉があるんです。どこにあるの？ここがね、隠し扉になってます。わー、すごい。そしてこの部屋の中には超高級なお宝がいっぱい入ってます。お宝がいっぱいだ。そう、ここでね、座りながらお宝を眺めるんだよ、メキ。わあ、すごい。おお、すっごい豪華なお宝がいっぱいだよ。キラキラしてる。じゃあ向こう側を見ていこうか。何があるの？じゃあまずこの外にはね、ここにね、ゲーセンがあります。わあ、すごい、ゲームセンターだ。これでいつでもゲームできるぞ。ゲーム大好き。おお、楽しい。そしてここにはね、ピアノがあります。すごい、豪華だ。このピアノはね、かなり高かったぞ。そしてここには高級な服がいっぱいあります。うわ、たくさんある。全部ブランド物だよ、メキ。うわ、すごい。そしてここにはね、キッチンなんだけれども。何があるの？ここのキッチンではね、ジュースだったりとか、ポップコーンとか、アイスクリームも作れるんだよ。アイスクリーム作る。アイスクリーム大好き。おー、やった、アイスクリームだ。うわぁ、じゃあ僕もアイスクリーム作っちゃおう。ここに座って食べよっと。じゃあ僕はチョコレートにしようかな。よし。おぉ、おめおめおめ。うわぁ、おいしい。おいしい。アイスクリームおいしいぞ。アイスクリームおいしい。そしてマイキー、こっち側にはね、超高性能なゲーミング PC があります。わぁ、すごい。あとはガレージもあります。
何でもあるね、善一君。そしてガレージの中には高級車がね、いっぱいあります。すごい、たくさん車がある。どれもかっこいい。車もあるし最高。お金持ちになれて嬉しい。動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、ツイッターのフォローとインスタグラムのフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしく。よろしくね。